AT&T の電波の方がいいかな、ドコモの方がいいかな。とりあえず au で行ってみますね。スイート。AU で行ってみるけど、明日もね、明日も多分この時間は配信できるんですよね。明日は夜心霊できないんですけど、明日も多分昼間にこのままやるんで、昼間っていうか夕方ぐらいまで、夜ぐらいまで。ただあれがね、ちょっと夜中はできないんですけど、髪が超ボサボサになってる。なんかちょっと外行きます。見えてますか？戻った？はっ、結構でかいな。映像戻ってる？ホトトギスなんだっけ？ホケキョってやつ？え、あれっていつなの？本当は春？びっくりしてた。電波なくなったらごめんなさい。マジんじゃん。おみくじじゃない、お守り買おうかな。
時間ある。進行が熱いだって、あちこちのアルコールいっぱいあるな。これ電波大丈夫ですかね。日露戦争戦没者の日、慰霊碑がある。何これ、なんかここだけ空気がひんやりしてる。なんか慰霊碑がある。海軍落下三部、落下慰霊碑だって。ここは本当なんか調べると金運アップの書いてあるんで、なぜか知んないけど、なんでなんだろう。お守りも金運買った方がいいかな。なんかある。見えてる、これ立ち入り禁止だ。腹減ってきたな、さっきよりは。結構広いね。ここから向こう行っちゃうと、お土産じゃないか。あれ買えなくなっちゃうから。何これ、すごっ、お茶が出る、やばい、無料でお茶、す
すごいね。カップだな。ちょっとお守り買ってきますわ。もう買ってんのかね。ちょっとお守り買ってくるわ。少々待ち。電波悪い。ちょっと買ってくる。こんにちは。戻った。こんにちは。久しぶり。ツイキャスではやってたんですけど。
ツイキャスではね、やってたんですよね、朝まで。闇配信。闇配信はね、夜はツイキャスになっちゃったんで、申し訳ありません。ニコ生に文句言ってください。今日も夜はツイキャスになっちゃうんでね、もし、よかったらツイキャス見に来てください。よかった。ね、あれなんですよ。画面がもう暗くて、食べようかな、そろそろ。金運。なんかね、阿波神社は金運がいいんだって。なんかわかんないけど。本当だったら交通安全とか買う。本当だったら交通安全とか買うんですけど、いつも。なんかここは金運が有名なんだって。なんかさっき調べたら。なんかレビューが金運、金運しか書いてないから。なんで金運なのか、でもどこにも書いてないんですよね。理由が。なんでなんだろう。この阿波神社は金運が有名らしくて、だから金運守りを立った。金運アップ。ナンバーズとか買ってみようかな。ナンバーズとか買ったら当たるかもしれない。そうなんだ。ね、口コミさっき見たんだけど。よいしょ。暑い。おー、ほけちゃう。いやー、暑いな、マジで。スタンドがゆるゆるになっちゃうね、この熱で。ちょっと一回エアコンで涼んでいいですか。棒読み戻します。またちょっと移動。次はどうしようかな。京都もそうなんだ。もしかしたらあれだけど、千葉の人はギャンブルが当たり前に好きっぽいから、マット地図ってなんだっけさ。ああ、そう。どういうのがウケるのかな、マット地図ってなんだっけさ。そうなんすかね。なんか阿波神社ね、阿波神社見てくれたらわかるんだけど、日本三大なんとかって書いてる人いたんですよ。それはどこに根拠があるのか知らんすけど。これで日本三大金運神社で全部回りましたみたいな。書いてある人がいたの。日本三大が何を基準なのかわかんないけど。自分が知ってる千葉の人がたまたまギャンブル好きなだけかもしれないですわら。地図ってなんだっけさ。とりあえず立山の西の方を回ってこう。
俺の声これ聞こえてます？聞こえてる。ありがとうございます。どうします、ね、阿波神社ってとこでした。金運は俺買ったから、そうナンバーズでも買おうかな。もう欲の塊でしたね。欲の塊、最近ギャンブルやってないからな。これででも本当にナンバーズとか当たったらめっちゃやばいよね。ここの神社クリームソーダって何？パイナップルクリームソーダって書いてあったんだけど、初めて聞いた。どういうこと？メロンソーダじゃなくてパイナップルソーダにアイスが。房総半島南側チクラにわざわざ行ったな。チクラに行った？結構農道じゃないの？大丈夫？チクラ昨日ね、あの最新の最後ツイキャスで。ツイキャスで配信の最後にね、その道の駅で終わったんですよ、チクラ。そこで朝日を見て。行ったんだ。朝日を見ただけ。あ、道の駅で寝ようと思ったんですけど、狭っ。さすが Google 先生、やることが違う。